皆さんこんにちは、杉田千尋です。今回の動画は以前100円ショップダイソーで買える超便利釣りグッズというのをご紹介したんですけれども、そちらが大変好評いただきまして、今回はその続編の動画です。この間ね、フラッと100円ショップセリアに行ってきたんですけれども、ダイソーと似たような感じで釣り具なんてあったりするのかなと思って見に行ったら、なんとセリアすごかったです。釣り具専用のコーナーができていて、これから釣りを始める方はもうこれで十分なんじゃないのっていうようなね、釣りで使えるグッズアイテムたくさん販売していましたし、釣りベテランの方も目から鱗の超便利グッズたくさん売っていましたので、今日は100円ショップセリアで買える釣りグッズ、釣りで使える便利グッズを皆さんにご紹介したいと思います。実際にセリアさんの釣り具コーナーこんな感じでしたのでご覧ください。はい、すごいですよね。もうここだけ100円ショップなのに釣り具屋さんみたいな感じのね、シリーズ化したラインナップになっていました。で、今回ご紹介するのは実際に買って使ってみて、あ、これいいじゃんと思ったものを選んで皆さんにご紹介します。あとは普段から私が愛用しているセリアさんの釣りで使える便利グッズも合わせてご紹介します。はい、それではまず1つ目、こちらフィッシュグリップです。すごくないですか、100円でフィッシュグリップが買える時代が来ました。実際釣り具屋さんとかに行くと、だいたい一番安いフィッシュグリップで300円ぐらいからね、用意があると思うんですけれども、今回セリアさんにこういうしっかりしたちゃんと魚を掴む用のフィッシュグリップ、素材が樹脂でできているものが売っていたので、実際に買って釣り場に持って行って魚を掴んでみましたら、しっかりちゃんとアジとかね、イサキとかの小魚掴めましたし、本来のそのフィッシュグリップとしての役割をしっかり果たしてくれるので、100円と考えたらお得というかコスパがいいんじゃないかなと思います。カラーもこんな感じでグレーになっていて、女の人でも男の人でも使えるような感じですね。2つ目はこちら、フィッシングシザーズです。これ釣りでよく使う糸切ったり餌切ったり、もういろんなことに使うハサミなんですけれども、ちょっと開けてみましょう。あ、すごい握りやすいですね。ここの握る部分が大きく作ってあるので手がこう入りやすいですし、ギザギザがね、こことあと刃のところにもついてて滑らないようにねなっています。なのでちゃんと釣りのことを考えて作られたハサミですね。実際に切ってみますね、糸を。ちゃんとね、力入れなくてもスパスパ切れます。100円だからといってこう物が悪いとかそういうことはなく、しっかり釣り構造になったハサミです。続きまして3つ目は磯目ピンセット、ね、これはアジ釣りとか白ギス釣りとかで青磯目ってこううにょうにょしてちょっと気持ち悪いなって思う人もいると思うんですけど、そういう人にぴったりのアイテムになってまして、で先端で磯目を掴んでここでカットできて、あとは餌を入れる餌ゴゴも売ってました。上にザラザラがついてて滑り止めになってるのと、パカッと開けられて、ここのグリップをこう船べりにかけたりとか、あとはこうベルトにつけたりとかもできるので、おかっぱりでも船の上でも活躍してくれると思います。はい、次はラインカッター。これはラインを切るものですね。爪切りみたいになってるんで、まあ、コンパクトですし、ライジャケにつけたりとかして使えます。こんな感じで爪切りみたいに簡単に糸が切れます。はい、次はラインストッパーです。ラインのスプールの糸が出るのを防ぐために使ったりとか、あとスピニングリールの糸が出てくるのを止めるのに使ったりできるバンドです。100円で4個入ってるので1個あたり25円、とってもお得だと思います。はい、次はルアークリップ。これ何に使うかと言いますと、ここに絵が書いてあるんですけど、竿とルアーをこう立てかけたりした時にルアーがプラプラプラっていくのを防ぐアイテムです。洗濯バサミみたいになってて、こうがっちりルアーと竿を抱き合わせてくれるのでとっても便利です。
次は竿ホルダー、こちら2つついてまして、車の中でロッドをしっかり収納しておくための道具です。車移動される方にはこういったアイテム使うといいんじゃないでしょうか。車の中にこう竿受けをつけようとすると結構専用の道具をつけたりしなきゃいけなくて大変だったりするんですけど、これはもう100円でクリップ洗濯バサミのような形で簡単に取り外しができるので、釣りに行く時だけつけておきたいなっていう人にもぴったりだと思います。次はルアー用シール、ホログラムです。これルアーが傷ついてしまったりした時にまたピカピカ光を取り戻すために補修する時に使うアイテムです。これもよく釣り具屋さんで買ったりするんですけど、セリアでも売っていたので1個持っておくとルアー釣りされる方なんかはこう簡単に補修ができるのでおすすめです。はい、お次はディール用カバーです。最初私見た時この1個のサイズしかないのかと思ったら小中大と3種類全部100円ですね用意してありました。実際に入れていきたいと思います。これスピニングリール用っていう風に中と大の方は書いてあったんですけれども、ベイトリールを買った時に専用のケースが付いていないことが多いのでベイトリールの収納用に買いました。でまず一番ちっちゃいサイズに小型両軸リールの小さい番手を入れてみます。ポッと入って、はい、こんな感じでしっかり収納できます。中型にも入れてみます。はい、しっかり収納できました。一番大きいサイズにビーストマスター3000入れていきます。はい、ちょっとハンドルの部分は出ちゃうんですけれども、伸縮性があってこうクッションのような生地になってるのでしっかりこれぐらい大きなリールでも収納できます。正直リールをしまうケースってどこで買うのっていう風に思ってましたし、もともとついてるものだったらそこにしまえばいいんですけど、ついてないものに関してはじゃあ1個あたりちょっと高いケース買うっていうのもなんだかなっていう風に思っていたので、100円で買えるケースがあれば家にしっかりこういう形でねクッション材のようにしまっておけますし、釣りに行くと時にもここから出してだったり、あとは竿にリールをつけた状態でもしまえるような口の広さで作ってあるので、いろんな場面でね使えるケースだと思います。次は釣り具収納ポーチ M サイズってなってますね。私が行った時はこのサイズしか売ってなかったです。開けてみます。お、ちゃんとビニールでできてて防水素材で、中はこんな感じです。ちっちゃいハサミとかあとは仕掛けとかを入れるのに便利じゃないでしょうか。それに派生してなんですけれども、こういったものも売ってました。仕掛け用ファイル S、 これ何かというとこの仕掛けを入れるねファイルになってるんですよ。でちゃんとここにポッチがついてて止められて本みたいな形になります。でここのケースの中にインしてしまっておける。具体的にこの仕掛けケースなんですけど、針とか入れておくのももちろんそうですし、私的にはこう釣りが終わった後に使いかけの仕掛けっていうんですか、一回開けちゃった仕掛けなんかもまた巻き直すのちょっと違うかなっていう時にこう針とかだけ抽出してここに入れたりとか、そのままここにこう使いかけのやつだけこう入れておくとか、そういった形で使ってもいいんじゃないかなと思います。はい、次はエギケース M サイズとなっております。エギをしまうケースなんですけど、こういう同じような形のは私もよく使ってて、ただ100円ではね買えなかったかな、もうちょっといい値段してたと思います。ここのもしゃもしゃした素材のところにエギの下の針の部分、カンナの部分を引っ掛けて、でここのビニールカバーで包んで並べてね綺麗にエギを収納しておけます。イカを釣る時に使うエギももちろんそうなんですけど、最近はタコエギなんかも結構増えてきているので、こういったケースにしっかり釣り物ごとに分けて収納しておけたらいいんじゃないでしょうか。お次はケースなんですけれども、今まで100円ショップで売ってるプラスチックケースでこれは釣り具に使えるとか釣り具をしまっておけるのに使えますっていうのあったんですけれども、今回ご紹介するのはちゃんとした釣りのために作られた釣り具専用ケースです。まず一つ目がこちらです。釣り具収納ケース3仕切りとなっておりまして、サイズ感はね結構コンパクトで、開けるとはい
3個、仕切りが2個ついていて、3つの縦長の収納ケースに分かれているんですけど、ちっちゃいルアーを入れたりだとか、重りを入れたりとか、いろいろ仕切って収納することができるようになっています。もう一つケースございまして、こちらです。マルチケースとなっておりまして、これも釣り具を入れるものなんですけれども、サイズが S と L と LL と私が行った時はあったので、一つずつ買ってみました。こうちゃんと開け閉めするところがしっかり止められるようになっていて、すごい小さいものから大きいのだとちょうど仕掛けのパッケージが入るぐらいの大きさになってますので、使う用途に合わせて買っておけば統一感がある形で収納できるので、釣り具専用のケースというのは非常に便利だなと思いました。こちらのケースは同一サイズとスタッキング可能となっておりまして、重ねて隙間なく綺麗に収納しておくことができます。こんな感じで重ねておけます。重ねておくとあんま動かなくていい。はい、以上でセリアさんの釣り具コーナーにあった釣りグッズのご紹介は終わるんですけれども、次に私がいつもセリアさんで使っている釣りに使える便利グッズご紹介していきたいと思います。まずはこちら、マグネットグリップ、事務用品のところにあります。これは何に使うかというと、私もあのカワハギ釣りをユミ先生に教えてもらった時に見てすごいなと思ってすぐ買ったんですけれども、貝針を必要とする釣りの時にこのマグネットが大活躍してくれます。こういうあのコンパクトな竿受けにパシッと挟んでおきまして、ここのねマグネットの面に貝針をつけておける。はい、こういう風に綺麗に並べてマグネットに針をつけておくことができます。これなら船の上で風が強い時でもスムーズに手返しよく針交換ができますし、あとはなんといってもこういう風にあの針巣の長さとか針の大きさとかね、種類別に綺麗に並べて準備しておくことができるので、状況に合わせた釣りをするにも非常に便利です。次はこちら、もう私がめちゃくちゃ愛用してるセリアで売っているステンレス製チタンコート事務用ハサミ、事務用品のところにありましたが、なんかねすごく人気みたいで、これ最後の1個でした。他のハサミはたくさんあるのにこれだけ最後の1個になっていました。とっても錆びにくいですし、結構長く使えるので、釣り人の方が買っているのか、いやまあそうじゃなくてもいろんな用途できっと使えるんだと思うので、人気なので見かけたらぜひ買ってみてもいいんじゃないかなと思います。私は今ちゃんと5個ぐらいねストックしてます。お次はこちら、メッシュポケットセミサークル。はい、これは何でしょうか。何に使うか分かりますかね。形をよく見ていただくと、ここにフックがついております。はい、こちらはこのようにして使います。船の上でこうペットボトルを入れておいたりとか、あとはハサミだったりフィッシュグリップなんかを収納しておくときに船べりに引っ掛けて使える非常に便利なグッズです。こちらはキッチン用品のところにありました。これ一つあればペットボトルも入れられたり、フィッシュグリップハサミを入れられたり、食べた後のゴミ糸くずなんかも入れられる、なくてもいいけどあるとすごく便利な補助グッズになってくれると思います。お次は100円の包丁です。こちらはね、先日アジ釣りをした時にこっちの方船上でアジをさばくのに使ったんですけれども、切れ味抜群でした。正直あの研いでない包丁よりもこの新品の100円の包丁の方が切れるんじゃないかというぐらいしっかり魚をさばくことができましたので、今回おすすめに入れさせていただきました。こういったちっちゃいねあの小手羽なんかもありますし、魚を釣り場でさばいたりとかするのにはこういう100円の包丁も十分使えるんじゃないかなと思います。で、包丁をそのまま持っていったら危ないので、包丁入れるケースもセリアで購入しまして、こういった包丁ケースという形で売ってます。実際に入れてみますね。はい、こんな感じでしまっておけます。で、しっかり蓋閉めてね、タックルボックスの中に入れておけば他のものを傷つけることなく安心して持っていけますし、例えばここにキッチンバサミを入れておけばもうそれだけで魚さばくセットにもなりますので、釣り場に持っていくには十分な包丁、そして包丁ケースだと思います。次はこちら、おろし付きまな板です。最近ちょっとタックルボックスの中に入るちょうどいい手頃なサイズのまな板が欲しいなと思っていて、とってもいいものがあったので今回買ってみました。サイズ感が、ちっちゃくてとってもコンパクトでいいのと、ここに目盛りも入ってますんで、まあ、なんとなく魚のサイズも測れるかな、
で、ここにおろし金ついてるんで、ちょこっと生姜おろすのなんかにはこれでも十分だと思います。いろんな用途で使えそうなので、これからタックルボックスの中にこちらを入れておこうと思います。お次はこちら、ゴミ袋です。これ次が使いやすいゴミ袋って書いてあって、本来家庭で使うゴミ箱の中に入れてこうどんどんティッシュみたいに取り出せるような形のコンパクトに畳んであるロール状のゴミ袋なんですけれども、私はこれを釣り場で使います。ダイソーさんではもっとちっちゃい、これの半分ぐらいのサイズのこうロール状のゴミ袋売っていたんですけれども、正直ちょっとそれじゃサイズがちっちゃかったので、これぐらいね、20リットルなのでまあまあ大きいです。これぐらいのサイズ感があれば釣りの終わった後のゴミも入れられますし、使って濡れた道具も袋にバカバカっと入れてしまっておけますし、いろんな用途で使えるので、タックルボックスに1個入っているととっても便利です。はい、お次で最後になりますが、こちら45リットルゴミ袋でも普通のゴミ袋ではなくてですね、厚手のゴミ袋となっております。12枚入っています。これですね、魚を最後冷やし込んだ後に持ち帰るとき、この厚手のゴミ袋に入れておけば割と破れることなく持って帰れるので、こちら重宝しております。よっぽどヒレが鋭い魚とかをギュッと詰め込まない限りは、今のところ破れることなくクーラーボックスの中でしっかりしまって持って帰ってこれてますので、とっても便利です。厚手のゴミ袋って結構ホームセンターで買えるイメージだったんですけれども、今回セリアさんでも売っていたので、日常用品を買うついでなんかにこう1個この厚手って書いてあるゴミ袋買っておくと、釣りの時には活躍してくれると思います。はい、ということで100円ショップセリアさんの釣り具と釣りで使える便利グッズ以上になります。今回セリアさん行ってみて、以前よりも釣り具が増えていましたし、釣りブームでこう釣り用品も100円ショップでどんどん増えてきているなと思いますので、皆さんもぜひ100円ショップでこんなの買って使ってみたら釣りですごい便利だったよっていうのがあったらコメント欄で教えてください。私たちも今後もどんどん便利な100円グッズ開拓していけたらいいなと思っています。ということで今回は以上です。またね。ご視聴ありがとうございます。ちーちゃんフィッシングクラブでは関東メインフィールドに日本全国四季折々の船釣りを発信しております。この動画が面白い、また見たいと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。インスタグラム、フェイスブック、ツイッターもやっておりますので、そちらもチェックしてみてください。また釣り場でお会いしましょう。またねー。